WCW、WCW、ワールドチャンピオンシップレスリングは、アメリカ合衆国のプロレス団体及び、工業会社、ジョージア州アトランタに本社が置かれていた。WCW は、もともとプロレス団体、ムイ参加のジョージアチャンピオンシップレスリングが、テッド・ターナーの TBS で放送していた、ムイ加盟団体の試合中継を、おもとした番組のタイトルであった。 1984年、同団体の工業株の51%を持っていたジャック・ブリスコ、ジェリー・ブリスコら4人がビンス・マクマーホンにそれを売却してしまう。そのため WCW の放送権を WWF が獲得。番組名はそのまま内容が WWF の中継に変更された。1年後、ウン・ミット、アトランティック・レスリング、ジム・クロケット・プロモーションズが 元ヒットを株主、オレー・アンダーソンらが持っていた残り半数の工業株を買収して、ムイジョージア地区を吸収して同時に、WCW の権利を買い取って引き続き、ワールドチャンピオンシップレースリングを放送。クロケットプロは、その後、ムイフロリダ地区も吸収合併して1987年、提携関係にあったルイジアナ州のワフ、ビル・ワット主催をも買収。 WWF とほぼ同規模の巨大団体となった。しかし急激な巨大化に対処できずに、経営不振から1988年11月、テッドターナーに売却され、TBS のプロレス部門の子会社として再出発をすることとなり、新団体 WCW が設立された。当初はこれまで通り抜い、当時の会長は、 ジム・クロケット・ジュニアに所属していたため、海 WCW とも名乗った。クロケットはコンサルタントとして新会社に残ったが、1年後には現場から離れた。WCW の社長は、親会社の顧問弁護士などが務めて実験は、本社から派遣された副社長が握る組織であった。このことが、後々まで WCW の瞑想の原因となった。 初代副社長に任命されたのは、かつて、セントルイスの地方局長時に、プロレス番組を放送して、その後、ビザハットに転職した、ジムハードだった。安易なギミックを、次々と設定してスーパースターであり、団体を代表するレスラーであったリックフレアーに、対しても、古代の剣闘士スパルタクスへのギミックチェンジを迫るなど、プロレスに、捨ての理解が乏しく、この時代に、 WCW に所属していた選手たちのハードへの評価は非常に辛辣である。WCW はその発足後も海世界ヘビー級王座を世界ヘビー級王座という名称で使用していたが、1991年3月21日に東京ドームで藤波達次とフレアーが王座戦を行い、藤波が3カウントを取る。WCW の用意したシナリオでは、 本国のルールに則り、参加ウンと前のオーバーザトップロープによる、藤波の反則負けて、フレアーの王座防衛だったが、新日本プロレス側が納得せず、また、WCW も王座移動を了承しなかったため、藤波が運美王者になり、フレアーは、WCW 王座を防衛したことにされ王座が分裂して、WCW 王座が誕生。同年夏、 フレアがかねてからのジム・ハード副社長との確執により、WCW 王座ベルトを保持したまま、WWF に移籍。フレア不在の期間は、レックスルガー、ビッグ・バンベーダー、スティングラが、WCW 王座を争った。この期間にはハードに代わって、ビル・ワットが副社長を務めた。1993年9月、WCW は、ムイから脱退。 WCW の転換期はエリック・ビショフによって始まった。元アワのリングアナウンサーで WCW に雇用されてからは TV スタッフとしても働き低迷する WCW を救うべく1993年フレアーラの推薦もあり副社長に抜擢された。1994年6月11日エリック・ビショフは当時レスラーを引退して 俳優として活動中だったハルク・ホーガンとの契約に成功して半年後にはハリセミリタイヤしてコメンテーターに転校していたランディ・サベージを WWF から引き抜いた。同年バッシュ・アット・ザ・ビーチ94でホーガンはディック・フレアを破る。PPV で放送された。この大会では高い収益を弾き出しホーガンはビショフの信頼を得た。1995年9月4日。 WCW は WWF の看板番組だったマンデーナイトロー、マンデーナイトローの裏番組としてマンデーナイトロ、マンデーニトロ o の放送を TNT 局で開始。名称からして RAW を意識した番組であることは明白だった。ビショフは第一回放送でいきなり前日まで WWF の大会に出場していたルマーを引き抜いて登場させた。 WCW と WWF の対立は、月曜夜の番組視聴率戦争、通称、マンデーナイトオーズ、マンデーナイトウォーへと発展して2001年、WWE の買収による、団体消滅まで5年半にわたり続くことにいる、WWE の歴史の項も参照。1996年、WCW は、その絶頂期を迎えることになった。WWF より、 スコット・ホールとケビン・ナッシュを引き抜き、5月27日に WWF からの侵略者として、ホールが登場して、翌週にナッシュがナトロに登場して、WCW 正規軍に3対3のタックマッチを提案する。7月7日、WCW 正規軍メンバーに選ばれたのは、スティングレックス・ルガーランディ・サベージ VS アウトサイダーズ、スコット・ホールケビン・ナッシュ。 第3のメンバーは、謎のまま試合が始まった。試合が、カオス化して混沌としている中に、ハルクホーガンが登場。WCW 正規軍を助けるのかと思いきや、アウトサイダースに加勢しまさかのヒール転向。試合終了ゴン王の結成を宣言して、WCW 正規軍との交想を始め、数々の斬新なコンセプトで大人気を博す。王と同時に、 絶対的なベビーフェイスだった、スティングの黒バージョン、黒でもベビーフェイスへの変貌のストーリーラインと、並行しつつ長期にわたる構想や、ゴールドバーグの大ブレイクなどもあり、WWF を完全に追い抜き、1996年6月10日から1998年4月13日まで83週間、連続して、視聴率で上回り、一時期は WWF を廃業の一歩手前にまで、 追い込んだ。1997年、団体最大のイベントスターケード第14回大会が開催。砲丸対スティングをメインイベントに置いた、この大会は、WCW 史上最高となる66万件の PPV 購入件数を叩き出して同年、行わ過去最低の件数となっていた、レッスルマニア13と打って変わり、PPV 市場においても WCW は、 WWF に大差をつけていた。1998年、WWF が月曜夜における視聴率戦争の劣勢を回復しつつあった。WWF は、ビンス・マク・マホーンとストーン・コールド・スティーブ・オースチン。彼は皮肉にも、エリック・ビショフによって995年に、WCW を解雇されていたの対立を中心としたアティテュード路線がヒットして、 マンデーナイトロの視聴率は徐々に RAW に押されていった。WCW は、ムオウルフパックなどで対立構造を作り出して構想を行うも、ムオウォーの焼き直しとしてそれほどの人気は得られなかった。ビショフは、ビンス・マック・マホンを真似て自らリングに上がって、リッフレアーと対戦したり、フォー・ホース面の再結成などを行うも、完全にファンのニーズを見失っていた。 WCW はあくまで企業であったため、ホーガン、ナッシュなど、ビショフと親しい多くのトップ選手は契約の際に、高額な給料と共にクリエイティブコントロール、自分の関わるストーリーライン、マイクアピールなどについて決定できる権利を与えられていた。現場は無用な混乱に苛まれるようになり、WCW の衰退は、ますますひどくなった。 一部のベテラン選手たちが権力を独占していたことにより、才能ある中堅の選手たちの多くはチャンスを与えられず、1999年には、ポール・ワイトとクリス・ジェリコが、2000年1月には、クリス・ベノワ、エディ・ゲレロ、ディーン・マレンコ、ペリー・サターンが WWF への移籍を選択。1999年9月10日、エリック・ビショフが、業績不振により解雇された。 WCW はビショフに代わる存在として、WWF のシナリオライターだったビンス・ルッソーを引き抜き起用するものの、貧弱、あるいは WWF で一度使ったような台本しか書けず状況は好転しなか。またルッソーが団体内のすべてのブッキングやストーリーに関する権利を自分に集めようとして、周囲の反発を招き、内部は一層混乱。 そのためケビン・ナッシュら一部レスラーの応募にスタッフが対応しきれなくなり、ついにはスコット・ホールのアルコール依存及び度重なる暴力事件への対応を誤らせる結果となった。WWF はビンス・マク・マホンを中心とした強力な現場主義と統制を徹底しており、レスラーの勝手を許さない一方で多くのチャンスを与える文化と十分なバックアップ体制があり番組の 新陳代謝活発であった。クリス・ジェリコによれば彼が WCW に在籍している間、ATM と揶揄するほど金払いは良かったものの、会場についても何もセッティングされていないことがしばしばあり、試合の勝敗などはベテランレスラーが取り仕切って、若手の自分にはほとんどチャンスが与えられていなかったという。2000年4月10日、エリック・ビショフが復帰、ルソーと共同で、 ストーリーラインを決定していくことになり、ここから WCW は混迷の極みを見せる。4月25日、当時 WCW が制作した映画、レディトゥ・ランブル、レディツー・ランブル、放題、ヘッド・ロック・ゴー・ゴー、アメリカンプロレスの主演俳優、デビッド・アーク・エットに WCW 王座を獲得させる。6月にはルッソーが選手として、フレアーと戦い勝利。 さらには、当時12歳だったフレアーの息子や、バフ・バグウェルの母親に試合を行わせた。その後も、ゴールドバーグをヒール転校させたり、ついにはルッソー自らが WCW 王座を獲得する展開を見せた。この頃にはすでに団体の損失額は8000万ドルに上っていたという。AOL との合併が迫っていたタイムワーナーは、 赤字部門の切り捨てを計画し2001年1月にはフュージェントメディアベンチャー社による買収、それに伴うエリック・ビショフを中心とする団体編が計画された。しかし TBS がプロレス放送からの撤退を決定したために交渉が難航して3月23日、ビンスマクマホンによって買収され、3月26日のナイトロをもってその活動を終了。 WWF が買収したのは WCW が持つすべてのパテント WCW が持つ無意時代からの映像ソース24名の選手の契約書で WWF は当初は TV マッチオンリーの若手を中心とした WWF 参加のブランドとして WCW を再構築する予定だった。しかし買収後に WWF と契約した WCW のレスラーが、ブッカー T とダイヤモンドダラスページを除き全員が、中堅、若手選手であった、他の大物選手は、WCW の親会社、AOL タイム、ワーナーの個人契約が残っており、すぐには、WWF のリングに上がれなかったため、放送局やスポンサーが見つからず、この計画は頓んだ再構築を諦めで WWF の番組に選手を登場させる。 方針に転換。しかし乱入などを繰り返すも、観客の反応は薄く、なり物入りで行われたブッカーティー対バフ・バグウェルの WCW 王座戦も完全な、不発終わった。その後、旧所属選手が集まり、復活した ECW と結託するというストーリーが組まれて、WWF 対アライアンス、WCW、ECW 連合軍のアングルで人気を煽ろうとした、ものの、旧。 WCW レスラーで目立った活躍の場が与えられたのは、ブッカーティだけで、徐々にロブ・バンダムを筆頭とする ECW 勢と、WWF から寝返ったストーンコールドスティーブ・オースチンが、アイアンス軍の中心となっていき、WCW 勢は徐々にフェードアウトして行った。そしてストーリーの終結をもって、WCW は消滅した。近年、 映像の権利を持つ WWEQ、WWF から WCW の DVD が発売されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。